お前たちの貴重な時間を1秒でも多く奪ってやる。どうも、解説役の霊夢と、飯マセラ以来、聞き役のマリサだぜ。はい、始まりました。超久しぶりにやる戦前の陸軍学校入試問題シリーズです。前回の動画を上げたのは2年前のこと。しかもこことは違うチャンネルなんだけど、マリサはその動画のこと覚えてる。もちろん覚えてるぜ。とは言っても、具体的な試験内容はほとんど忘れたけどな。まあ、時間が経っちゃうとね、どうしても忘れちゃうわよね。前回は陸軍士官学校の入試問題についてやったわね。今回はそれとは違って陸軍幼年学校の問題についてやろうと思うの。ただし、試験内容は前と同じ歴史と地理で、年度も同じ昭和6年よ。つまり西暦で言うと1931年ね。ところで、陸軍士官学校と陸軍幼年学校ってどう違うんだ？いまいち違いがわからないんだが。ああ、それは簡単。陸軍幼年学校は陸軍士官学校よりも前に入る学校のこと。略して陸幼で、今で言うと小学校上がって入る陸軍の学校みたいな感じね。それで教育期間は3年間。あともう一つ陸軍の学校があって、それは陸軍大学校というの。これは陸軍士官学校よりも上の学校で、将来の高級将校を育成するためのところね。もちろん先に挙げた2つも将来の高級将校を育てるためのところなんだけど、陸軍大学校に比べれば重要度は落ちるわね。陸用と陸士でどんなにいい成績を取れても、陸大に行けない、もしくは入った後に落ちこぼれたりしたらもう出世コースから外れるから。そもそもそういう学歴化が戦前の日本軍の腐敗を生んだんだけど、それでも出世のためには重要で、という話はいいとして今回の陸用の試験問題の話です。前回やった陸士の問題よりは簡単よ。それもそのはず、今の小学生が勉強するような内容だからね。それでも今の教育水準よりレベルは圧倒的に高いわね。苦手な人は大人でも全く点取れないと思う。というそんな試験問題興味ない。もちろんあるぜ。では、やっていきましょうか。難問とまではいかないまでも解いてみると案外難しい、陸軍幼年学校の問題です。無勉強の状態だったら半分解ければファインプレイかな。繰り返すようにここで取り上げるのは歴史と地理の問題です。それでどっちが先でもいいんだけど、ここは歴史からやりましょう。一応歴史系のチャンネルだからね。では早速行くわよ。第一問。新井白石が外交と貿易とにおいて成したる功績につき知れるところを記せ。これが問題ね。この後5秒間を空けるから皆さんもその間考えてみてください。それでも時間が足りないという場合は一時停止してもらうといいと思います。マリサ、わかった。いや、全然。簡単に解けると思ってたけど、ちょっと舐めてたわ。しかも論述だろ。そうね、論述ね。戦前の問題って論述多いのよ。これも今よりも難易度が高い理由ね。では、回答を言っていきましょう。模範回答は2つあるからそれぞれ紹介したいと思います。では、1つ目。外国貿易の額を制限した。国外へ巨額の金が流出するのに優位して、長崎港における貿易は中国船が30隻、オランダ船が2隻に限ることにした。以上が模範回答なんだけど、何か聞きたいことは、船の制限数なんて知るわけないだろ。それそこまで答えないとダメなのか。どうでしょうね。あくまでもこれは模範回答だから大体これに似たこと書いてあればいいんじゃない。多少減点されるかもしれないけど。他に何か質問は、いや、特にないな。なら、2つ目の回答に移るわね。朝鮮通信使の待遇を改めた。従来将軍の代替わりごとに慶賀のため来日していたのだが、その待遇が厚すぎ失費が多いためこれを改めさせた。これが第二の模範回答。何か質問は、そもそも新井白石ってどんな人だっけ？なるほど、まずはそのことね。この人は江戸時代の政治家よ。前中期の人で、六代将軍家信と七代将軍家継を補佐して聖徳の治と呼ばれる治世を築き上げた人なの。その江戸時代の政治家の功績を問われているのね。なるほど、わかった。それでは続いて第二問行きましょう。第二問の問題はこれ。上古、かっこ神武天皇より光緑天皇に至る時代、九州においてしばしば背ける種族の名称を記し、かつこれが鎮帝に努力せられし皇室のお方を列挙せよ。わかった。これはなんとなくわかったな。言っていいのか。もちろん、どうぞ。背いた種族が熊祖で、鎮帝した人が大和たけるの命だな。とは言ってもこれ、大和士官だな。ああ、そのことに気づいた。さすがマリサ。そうね、その通り。これは大和士官ね。熊祖側からすれば何が背いただって感じでしょうね。視点を変えれば向こうはただの侵略者なんだから。ということで、マリサは2つとも正解ね。ただね、鎮帝した人もう一人挙げることできるのよ。誰だかわかる？あれ、そうなのか、全くわからないが。忠愛天皇という人なのよ。この人は白木と連携して熊祖を倒したらしい。へえ、そうなのか。全く知らなかった。大丈夫、アップ種も知らなかったから。ちなみに、忠愛天皇は大和武尊の命の子供で西暦では2世紀の人ね。父
親同様に実在性は低いとされているわ。そういう人を試験問題に出すのはどうかと思うけど、まあこれは戦前の試験問題だからいいとしましょう。はい、次。お次は第3問目です。韓国の併合に際し、次の事情を問う。い、その年。ろ、その理由。これは案外簡単だと思う。では、回答どうぞ。併合は1910年で、理由はロシアの脅威に対する防波堤にするため、とかそういうのじゃないか。一つ目正解で、二つ目も大体合ってるわね。ただ、模範回答ではこうなってるのよ。朝鮮における政争の禍根を断ち、東洋の平和を永久に確保するために合併を行った。いいのか、それで。戦前の価値観だったらこれでいいんじゃない。ただ、今だったらこういう回答では丸もらえないでしょうけど。まあ、それはいいわ。次行きましょう。最後の第4問、問題は2つあるわね。い、院政を始められし条項の見直しるし、葛飾名称の起こりし理由を述べよ。というのと、ろ、幕府を初めて起こせし人の名と、幕府の初めて開かれし土地の名を知るせ。というの。これも結構解ける人多いと思う。わかったかね、わかったら、1つ目から答えてくれたまえ、院政のやつからだな。上皇の名前が鳥羽上皇で、院政の名前の由来が奥の政治とかそういうのだろ。合ってるか。二番目は大体合ってるけど、一番目は違うわね。院政を始めた上皇は鳥羽上皇ではなく白川上皇なのよ。確かに鳥羽上皇も院政は敷いてるんだけど、創始者ではないわね。それで院政の名前の由来は、上皇が政治をしているから、ね。院というのは上皇のことだからね。ちなみに、院前というのはその上皇の政治命令のことなのよ。まあ、これはわかる人はわかったと思う。次の問題はもっと簡単よね。うん、これは私にもわかる。幕府の創始者は源頼朝で、開かれた場所が鎌倉だな。はい、ご名答。これはほとんどの人わかったと思う。マリサの言うように答えは源頼朝と鎌倉ね。これは大丈夫だったでしょう。では、これにて歴史編が終わったから次は地理編行きましょう。実はこっちの方が難しいかもしれない。そうなのか。じゃあ、早速問題を出していきましょう。第1問の1つ目の問題はこれ。1、我が国、括弧、朝鮮、台湾、樺太を除く、における大平野7つを挙げ、次の要項に答えよ。そこを流るる大が1つ。そこにある大都会1つ。これはつまり、日本にある大平野を7つ挙げて、そこにある大河川と大都市をそれぞれ1つずつ言いなさいということね。はい、ここから考える時間5秒。これ全部当てるのは難しいかもしれないわね。マリサはわかった。関東平野と濃尾平野くらいしかわからなかったな。それで関東平野を流れる川が利根川で都市は東京、濃尾平野を流れる川が木曽川で都市が名古屋みたいな感じか。それぞれ合ってるわね。他に5つの大平野の名前を言うとこれになるわ。仙台平野、越後平野、大阪平野、福祉平野、石狩平野、それでそれぞれの大河川と都市がこれ。仙台平野、河川が北上川で都市が仙台。越後平野、河川が信濃川で都市が新潟。大阪平野、河川が淀川で都市が大阪。福祉平野、河川が筑後川で都市が久留米。石狩平野、河川が石狩川で都市が札幌。これ知ってそうで知らない知識よね。やっぱり文体と関係あるから出るんでしょうけど、歴史同様に地理も重要だよな。他にも港とか。そうね、港もかなり重要ね。ちなみに、次の問題は多少それに関連するわよ。第1問、2番目の問題はこれになるわね。北海道近海が特に水産物に富める理由を述べ、かつその主たる水産物を挙げよ。では、シンキングタイム5秒行きましょう。これもちょっと難しいかもしれないわね。特に初めの水産物に富む理由、海に近いから、っていうのじゃダメなのか。当然ダメでしょう。海に近いからといって魚介類が豊富に取れるわけじゃないんだから。まあ、それもそうか。じゃあ、それはパスだな。でも、次の主要水産物はわかるぜ。鮭、昆布、カニ、とこんなもんだろう。それはオーケーね。回答にカニは載ってないけど、それも当たりでしょう。なお、他にはニシンとかタラもあるわね。でもまあ、3つ書けば十分でしょう。それでその水産物が豊富な理由なんだけど、これは暖流と寒流が合流するところでいろいろな魚が集まるため、と書けば正解。これは、北海道に限らずどこもそうでしょうね。なるほど、そうなのか。普通に盲点だった。こういう問題を子供に解かせるんだから戦前はやっぱりレベル高いわね。というそんな問題も残りわずかよ。ちゃちゃっとやっていきましょう。第2問も第1問同様に問題が2つあるわね。その中のまず最初の問題はこちら。次の各島、括弧、沖、小豆島、種子島、小笠原諸島、を管轄する府県名を次に記せ。これも比較的簡単だと思う。マリサくん、
わかった。実は小豆島がわからなかったけど、それ以外ならわかったぜ。沖が島根県で、種子島が鹿児島県で、小笠原諸島が東京と、これで合ってるだろ。まあ、そうね、それで正解ね。ただ、回答には東京都ではなく東京府、となってるんだけどね。小豆島ってどこにあるんだっけ？これは香川県なのよ。何気に読みも難しい漢字ね。初めての人は読めないよな。まず無理でしょうね。あずきと読んでも小豆と読むことはまずないでしょう。ほい、それでは次が最後の問題よ。これもね、全問正解は難しいというか多分無理だと思う。なかなか挑戦的じゃないか。それで、その問題は、次の地名、かっこ、三春、勝沼、新宮、宇品、高尾港、豊原、金南湖、白桃山、につき知るところを知るせ、特に指定がないからこれは何かしらの知識を言えばいいんだと思う。まあ、結構難しいけどね。どう？どれくらいわかった？率直に言うと全然ダメだな。三春と高尾と白桃山しかわからなかった。三春が桜で、高尾が港で、白桃山が朝鮮半島の火山。こんな感じだ。まあ、そうね、白桃山はそれでいいんだけど、それ以外の二つは当たらずといえども遠からずね。ちなみに、答えはこれよ。三春、福島県の名馬の産地。勝沼、山梨県のブドウの産地。新宮、和歌山県南部の木材の産地。宇品、広島の外港。高尾港、台湾南西海岸の砂糖輸出港。豊原、カラフト行政の中心地。金南湖、朝鮮北東部の港。白桃山、満州と朝鮮の国境にある火山。どうですかね？これ全部わかった人いますかね？いたら、すごい、これはちょっと無理だな。勝沼とか新宮とかは地元の人間じゃないとわからないだろ。いや、それでも知らない人は知らないはずよ。現にアップ種福島の人間だけど、三春が馬の名産地なんて知らなかったから。マリサと同じで桜って思ってた。ああ、じゃあ、外れても別にいいか。いいでしょう、別に。それに知らなかったとしても問題解いた後覚えればいいし。まあ、それもそうだな。はい、ということで、これにて陸軍幼年学校の入試問題一列編は終わりになります。皆さんどうでした？結構解けました。ちなみに、アップ種はまあまあでした。少なくとも陸地の問題よりは解けましたね。そりゃあ陸地の問題ほとんど解けなかったんだから。まあ、そうね。ちょっとでも難しくなるとダメなのよ。でも、1分も勉強してなかったから、という言い訳をしたところで今回の動画はこれにて終わりだぜ。皆さんおさらば。ヘバナ、ググリーサビラ。